皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日は、インスタントドライストのことについてお伝えしていきたいと思います。インスタントドライスト、いろんな種類がありますよね。私なんかよく使っているのが、サフとかっていうの、サフ赤ですね。そちらの方よく使ってますけども、他にはスーパーカメリアとかフェルミパンとか、いろいろとイーストも種類があったりします。で、中にはですね、ビタミン C 入りっていう形で、書いてあるものとかもあるんですけども、ビタミン C はですね、生地の中のグルテンに作用してですね、生地の弾力を高める働きがあります。なので、ビタミン C 入りのインスタントドライイーストを使うとですね、焼き上がりにボリュームが出やすいので、そういうパン作りをしたいなって思う方は、そういうちょっとね、成分とか見ていただいて、ビタミン C 入り、業務用に主にあったりするらしいんですけれども、ビタミン C 入りっていうのを選んでいただくのも一つの手だと思いますので、ご参考まで。